はい、皆さんこんにちは。今日はですね、春休みになりましたので鳴門の方に、一泊旅行に行ってきました。初日はですね、讃岐市津田にあります日本ドルフィンセンターで午前中遊びまして、その後、徳島のアスタムランド徳島の方で遊びました。今回の動画はですね、日本ドルフィンセンターでイルカさんたちと、孫や娘が楽しんだ様子を、動画にまとめてみました。これからね、春休みになってお子様連れで行かれる方もいると思いますので、参考にしていただければ嬉しいです。ということでね、もう高松からは結構近いので、こちらの方に、着きました。津田の海がね、とても綺麗でね、初めてだったんですけれども、びっくりいたしました。正面に見えるところでチケットを購入するようになっております。参加料っていうか入場料は500円、子供は400円ということでお安いんですけれども、いろいろなプログラムに参加するのは、結構な値段がしますが、ちょうどね、行きましたら10時半からイルカと遊ぼうコースというのがありまして、餌をやったり触ったり、おもちゃで遊んだり、そしてジャンプをしたり、イルカがねジャンプをしたり、あと、歌を歌ってくれるという盛りだくさんのコース、子供が2500円、大人が3000円とそこそこ高かったんですけれども、それに、参加することにいたしました。こちらはですね、もうすごい海の上をこのポコポコしたところを歩くのが結構ね、なんかバランス取るのが難しくて怖かったんですけれども、ちょうど着きましたら早速ね、このイルカが泳いでいるのが見えて、ちょっとね、こんな間近にイルカがいるのがちょっとね、感動いたしました。それではね、コースの遊んでいる様子を今からご覧ください。はい、スタートいたします。今日はイルカさんに触ってご飯を見てもらうのと、あとおもちゃを使って遊びます。記念撮影がついているのと、あとは皆さんにサインを覚えてもらってイルカさんの前で出してもらいたいと思います。じゃあまず触り方です。イルカさん触るときは皆さんパーの手で優しくよしよし触ってあげてください。その後にね、イルカさんにご飯あげてもらいます。今ねイルカさんお口を開けて待っといてくれるので、お魚上からパタンと落としてあげてください。で、おもちゃと記念撮影はまた後でね、スタッフの方が皆さんに説明していきたいと思います。記念撮影は中か握手で選べるので、それもね後で皆さん見てもらって選んでもらいたいと思います。で、最後にね、皆さんでサインを3つ覚えていってもらいたいと思います。まず1つ目は大歌のサインです。皆さん両手前に出してもらって、はい、指揮者みたいにチニッと大きく動かしてください。はい、めっちゃ向いてる。これでイルカさん大歌歌ってくれます。歌ったね。じゃあ次はね、ダンスのサインもいきたいと思います。次でお姉ちゃん右手までする。
やってくれた。